どうもお疲れ様です。昨日の心斎橋の大阪のね、セミナーへの参加なんですけども、吉田さんが言われるより、私もね、会わなくても信頼関係構築してビジネス成り立たせてってのはそうなんですよ。ただやっぱりこう割合なのかなと、それがね五分五分というか7対3というか8対2というか9対1なのか、その割合がどこかで今こう変わっていってるんでしょうね。以前はインターネットがなかった時代、当然ですけども91だったと思うんですよ。91の1ってのは何かっていうと、手紙とか電話っていうやつですよね。実際に会ってはいないけども肉質で書いた手紙が届くとか、そういうのも今でも通用すると思うんですよ。今 IT の時代だからこそお歳暮が届いたりとか年賀状が届いたりっていうのは、まだこういったものでやってくださる方もいるんだなっていうふうな信頼と喜びの、一つになりますね。だからゼロにはなんないかなと。で、今回の小野田さんの H2 クラブへの参加なんですけども、やっぱ会いに来たからこそ、インターネットでね、動画でね、頑張ってください、いつも応援してます、それもいいんですけども、実際にこういう便利な時代に足を運んで家を開けて一つの場所に集まるってことで、いや実際会えて嬉しかったよみたいなね、この感動はやっぱり動画では何ともならないところかな、そういう領域かなっていうふうなのはありましたね。ですんで、いつもかっつもね、会いに行くっていうのは、これまたね、今の時代に合わないんですよ、多分ね。でも、動画で送っていただける喜びと、それから実際に自分の体をね、運んでもらえる喜び、これはまた別の種類なのかなというふうに思いますし、ちょっと前なんですけども、私の視聴者さんが、久保さんに会いたいんで、ってことで私の町に来てくれたんですよね。で、待ち合わせして1時間ほどお会いして、その方はまたね、どっか地元に帰っていったってことなんですけども、やっぱその後FX オリガルヒだったんですけども、お申し込みいただきましたからね。だから会うことによって感じさせるものもあるし、私はともかくね、視聴者さんとかの方では会ってくれたからこそ信頼関係が感じられる、だからお金をあなたに払いますっていうふうになることもあるんで、やっぱ私の場合はね、それもあるかなっていうところですね。会う喜びっていうのは、インターネットでできない限界かなと思うんですね。だから普段はね、ネットでいいんですけども、私もね、年に1回とか2回ですからね、でもね、だからこそ貴重だと感じていただけるのかもしれません。やっと隠居が山から降りてきたかみたいな感覚じゃないですか。弟子を通じてね、こう密書が届く、秘密の文書密書が届くっていうのもいいんですけども、なんか泰山明道してネズミ一匹じゃないですけども、山から降りてきて、下界に来たぜみたいなね。まあでも私もね、会いに行くことによって、インターネットでもう表現してない人とか、インターネットにログインしない人に会うことができて、その方からの申し込みもいただいたってことは、やっぱ行って収穫はあったなと思いますね。はい。そんなところをまた振り返って感じた次第でございます。会うことに依存はしないですけども、でもやっぱり会うことも、なくならないかなってところですかね。はい。じゃあ、行ってらっしゃい。